ニベカは、スズキモクに属する魚類の分類群の一つ。66属で構成され、ニベシログチなど沿岸に生息する、海水魚を中心におよそ270種が含まれる。オオニベ属の一種。大西洋東部から地中海にかけて分布する、大型種で、体長は2メートルを超える、ニベカには270種が含まれ、79カを要する、スズキアモクの中で、ハタカ。 天軸大化に次いで3番目に大きい都がとなっている。太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海に住むが、分布範囲は、大陸周辺の沿岸域に限られ、インド洋中央部や太平洋の当初地域には、生息しない。沿岸から大陸方にかけての砂利地帯で生活する、種類が多く、水深200メートル以の深海に出現する場合も、ある。海産種の一部は、 奇水域にも進出し、南北アメリカ大陸の大西洋岸からは28種の純粋な淡水魚が知られる。ほとんどの仲間は体長数十センチメートルにまで成長し、ニベシログチのように食用魚として重要な種類も多く含まれる。大ニベなど2メートルに達する大型種も知られている。ニベ科の魚類は石持ちあるいはグチと総称されることがある。前者は、 天軸大化の魚類が同じ名で呼ばれるのと、同じく、本館魚類が、他のトガの魚類に比して、かなり大きめの耳石を持つこと、後者は浮袋を反響させ発音することが、その由来となっている。ニベカ魚類はやや左右に平べったくがは平たした体型を持ち、一部に小さな口ひげを有する種類もある。背びれの規定は長く、前半のトゲ上部と後半部との間には深い、切れ込みがある。 尻びれは1から2本の棘状と6から13本の南状で構成され、棘状は通常か細く2本目の方が大きいことが多い。側線は尾ひれの後端まで伸びる。尾ひれの形態は中央部がややくぼむものから丸みを帯びるものまで様々。甲外骨、すき骨の歯をかく。浮き袋には特徴的な多数の分岐構造が見られる。 水骨は24から30個。ボエセマニアミクロレピス。東南アジアに分布する水産重要種、サンゴニベ属の一種。身長した背びれのトゲ上部が特徴の種類。カリブ海など大西洋の熱帯域に生息するサイアナアンブラ。地中海、大西洋東部に分布し、ヒ水域から、種数はフィッシュブイスによる。1866年に撮影された。 徳川義勝43歳児の肖像写真。石持石色色塗り刀ごしらえ、脇差しごしらえを傾向している。ニベカの魚は、食用のほか、その発達した自責が工芸に使用された例がある。幕末の終わり藩主、徳川義勝が所用し、現在は徳川美術館が所蔵する石持石色色塗り刀ごしらえ。 脇差しこしらい6月と1854年3月の作は、刀や脇差しの鞘の漆塗りに、石持ちの字跡を散りばめて黒地に、白のブチ模様を表している。ありがとうございます。